こちら浦安情報局、こちらの時間です。実は私、今年創立10周年を迎えた明美中学校の校舎の中にいるんです。後ほどここ明美中学校と明美南小学校の記念式典の様子などをお伝えします。まずは町の話題です。先日、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートのダンスホール、舞浜スターダストでイベントが行われました。舞浜スターダストは、スポーツで輝け、レッツダンスで社交ダンスのステップを教えてくれた後藤文夫さんと龍英さんが所属するホールです。イベントはハロウィンにちなみ、仮装した皆さんが参加しました。とりわけ目を引いたのは阿波踊り。ダンスホールのイメージとは違ったダンスが会場をさらに盛り上げました。ダンスあり、マジックあり、生バンドの演奏ありのイベント。多くの人が集まり、休日のひとときを楽しんでいました。本当に賑やかなイベントでしたね。見ている私も楽しくなってきました。それでは今回のこちらのラインナップです。まずは市内の出来事、続いてはスポーツで輝け、明美南小明美中創立10周年、食卓はシェフの味、食卓はシェフの味、お食事券大抽選会をお送りします。まずは市内の出来事です。ご覧ください。10月23日千葉大学との包括的連携協定締結式。千葉大学とはこれまでに浦安市民大学の学長や講師、ふるさと浦安立志塾の塾長など様々な連携を行ってきましたが、さらに充実した連携を行うために今回の協定を結ぶこととなりました。千葉大学は県内唯一の国立大学で、医学部や薬学部など医療分野の学部や付属病院を持つ総合大学。千葉大のキャンパスがない自治体と連携協定を締結するのは浦安市が初めてです。松崎市長は、高齢化問題や子育て施策などでの千葉大の医療分野との連携を進めるとともに、さまざまな分野でより一層協力関係を深めていきたいと語りました。10月25日にはイトーヨーカ堂で市民活動フェスティバル。これは市民活動団体が日頃の活動を知ってもらい、団体同士の交流を深めようと毎年行っているものです。会場には30の団体がブースを並べ、それぞれの活動内容を PR していました。可愛らしいおもちゃが並んでいるのは親子の広場ホコホコ。浦安市子育て家族支援者養成講座を修了した皆さんが立ち上げた団体で、子育て中の親子が交流できる親子の広場の活動の様子を紹介していました。こちらは偕楽中央公園の花の植え込みなど、公園内の美化を通して地域のコミュニケーションを行っている偕楽ふれあい会四季の花クラブのブース、自分たちで育てた植物の販売も行っていました。 NPO キラキラ応援隊は、介護や医療が必要になっても自宅で安心して生活をしたいと望む人の力になろうと始めたグループ。認知症への理解を深めてもらおうとパネル展示などを行っていました。ステージでは各団体の発表や体験コーナー、浦安ハーブコミュニティは市内で育てられたハーブを使ったムース作り、そしてフラダンス。会場を訪れた方は、普段は気づかないところでいろいろな活動をしている人たちがいることを知る良い機会になりましたと感想を話してくれました。続いて市内で行われた自治会防災訓練を2つご覧いただきます。10月25日には美浜南小学校で避難所設営訓練。美浜南小学校区のエルシティ新浦安、美浜西エステート、
美浜三丁目の自治会と小学校、幼稚園、PTA が連携して、災害時の混乱を減らすために、避難生活中に共同で行うさまざまなことを訓練しました。校庭では仮設テントの設置。これは広げるだけで使えるタイプのテントです。こちらは仮設トイレ。市の職員から組み立て方だけではなく、プライバシーや安全性を考えた設置場所のアドバイスも受けていました。そして非常食の炊き出し訓練と試食。参加者の皆さんは非常用毛布の寝心地も体験していました。避難所は自治会ごとに区分けされ、ご近所同士が隣り合わせになるように配慮するそうです。11月1日には東野地区の総合防災訓練。これは自治会を中心に小学校や社会福祉協議会などが参加した東野地区自主防災等対策会議が主催したものです。会場となった東野小学校には自治会防災担当の皆さんが集合していました。午前9時にはシェイクアウト訓練を実施。これは地震の揺れと同時に姿勢を低くし、頭や体を守り、揺れが収まるまで動かずにいるというものです。続いて避難所の設置訓練。学校が休日や夜間など人がいない場合を想定し、自治会の皆さんで校舎の鍵を開けるところから開始です。校内に入ると速やかに避難所の本部を設置。やがて東野地区の皆さんが非常持ち出し袋などを持って学校に集まってきました。集合場所では東野地区の災害に関する情報の説明、地震だけではなく水害の情報などもありました。次は避難所に移動し、避難者名簿の作成訓練。この名簿は被災者の安否や避難している場所の確認に役立ちます。続いて会場を校庭に移し、消防署職員から三角巾を使った応急手当訓練や消火器使用訓練。災害時に備え、避難所での模擬体験ができた貴重な一日となったのではないでしょうか。続いてはスポーツで輝け、レッツエクササイズ。今回も総合体育館の健康運動指導士工藤誠さんが体幹を鍛えるエクササイズを紹介してくれます。今回は背面トレーニングです。今回は体幹の背面、背中側をトレーニングする方法をご紹介いたします。では早速やってみましょう。足を肩幅に開き、おへそを背骨側に引き上げるようにお腹に力を入れて腰の反りを守ります。両手は頭上方向に万歳しておきましょう。マットから顔と胸、腕を同時に持ち上げていきます。みぞおちのあたりまで上がったところでゆっくりと胸、顔と降りていってください。このやり方がきつい場合には肘を曲げ、顔から少し離したところに手を置いてください。手のひらから肘までをしっかり床に置きます。動作は一緒です。息を吐き、お腹にしっかり力を入れた状態で顔や胸を上げていきます。この時に手の力を少し借りていきましょう。吸いながら降りていきます。全体の注意点は高さを上げることではなく、前に伸びるように行ってみてください。腰に痛みのある方は無理して行わないようにしましょう。浦安市総合体育館と中央武道館のトレーニングルームでは、専門の指導員が目的や体力に応じたサポートをしています。初めての方でも安心。この他にも運動教室などさまざまなプログラムを用意しています。快適安全な空間で
レッツスポーツしてみませんか。一つの体育館に集まった小学生と中学生。これは市内で初めて小学校と中学校の校舎を一緒にした明美南小学校と明美中学校の創立10周年記念式典の様子です。この2つの学校は今年で創立10周年を迎えました。明美南小と明美中は平成18年に開校。一体型の校舎にすることで児童・生徒・教師の連携や交流がしやすくなりました。明美南小は市内16番目の小学校、明美中は8番目の公立中学校。安全で明るく楽しい学校生活を送れる場として、さらに保護者をはじめ地域の人々の交流の拠点として誕生しました。開校前の平成18年3月、松崎市長と当時の市議会議長、教育委員長がテープカット。平成18年4月7日、2つの学校の開校式と最初の始業式を行いました。入学式は小学校が4月10日、中学校は4月11日。4月20日には小学校で初めての給食がスタートしました。9月には開校記念の小中合同運動会を開催。2月20日は明美中学校の校章・校歌の発表会。校章は明美の頭文字 A をモチーフに、太陽の下生徒がのびのび成長し未来に羽ばたくことを願ったデザイン。校歌の作詞は当時吹奏楽部に所属していた渡辺由美さん。1番、2番、3番の最初の文字をつなげると明美になり、自分たちの学校に寄せる強い思いが込められた校歌になりました。明美南小学校の校章・校歌の発表会は22日。校章は教育目標である夢と希望を持ち未来に羽ばたく児童育成から、漢字の南を羽ばたく鳥の形をアレンジしたもの。校歌としては珍しい三拍子で、とても温かみのある優しい校歌ができました。3月12日は明美中学校の第1回卒業式。3年生14人が1年間だけでしたが、明美中学校で過ごした大切な思い出を胸に巣立ちました。平成20年8月には小中学校を会場に浦安市防災訓練。東日本大震災が起こる前までは各地域の小学校・中学校の校庭を会場に行っていました。平成22年9月には市内で唯一の管弦楽部が明美中学校に誕生しました。以来、浦安市小中学校音楽会や定期演奏会などで活躍しています。平成23年3月、浦安にも大きな被害をもたらした東日本大震災。地震発生のその日には中学校の体育館は避難所に。地域の方、帰宅困難となった方が避難しました。校庭は給水所に。この時、地域の皆さんが列の整理や車の誘導などを受け持ち、地域の絆を深めました。この年の小学校陸上競技大会は30回の記念大会。震災前は明海大学で開催していましたが、液状化被害で使えず、明美南小・明美中の校庭が会場になりました。この時の総合優勝に輝いたのは明美南小学校でした。そ
して平成27年、今年は創立10周年の冠をつけて行事を行いました。その一つが中学校の合唱コンクール。クラスごとの合唱発表は、この日のために励んできた練習の成果を披露しました。10回目の合唱コンクールで最優秀賞に輝いたのは3年 C 組でした。そして10月31日、創立10周年の記念式典。記念式典は児童、生徒、先生、来賓を合わせおよそ900人が中学校の体育館に集まりました。10周年の歩みは映像で振り返りました。小中学校の初代校長先生の話は開校当時のエピソード。学校は建物は大きかったけれども、学校の人数はわずかでした。生徒は2年生がたった13名、先生方が14名で開校式を行いました。校歌制定についての紹介は、中学校の作詞者渡辺由美さんにどのようなイメージで作ったのかなどの話を聞きました。両校のシンボルツリーとして力を合わせ大切に育てたいと10周年の記念植樹。市長、教育長、両校の校長先生、そして児童生徒の代表者がよいしょの掛け声で土をかけました。植樹した木は潮風にも強いココスヤシ。この木を選んだのは創立10周年の実行委員会。式典の後は記念行事。これらは学校と PTA、地域が一緒になって実行委員会を組織し計画しました。休日の学校に集まり会議を重ね作られた式典と行事。10年を振り返る映像も実行委員が話し合い制作を進めました。記念行事は小中両校の体育館や多目的ホールなどが会場になりました。小学校の合唱でスタートです。小学校合唱の歌では中学校のお姉さんたちと一緒に歌いました。小学校の吹奏楽部、中学校の管弦楽部がそれぞれ練習の成果を披露。明美中卒業生と浦安出身の若い音楽家で構成されたユニットの演奏です。1階の廊下では東日本大震災の募金活動、小学校の体育館では明美地区で活躍する総合型地域スポーツクラブ明スポが中心になりダンス教室。小学生だけでなく中学生も一緒にダンスです。卒業生も母校を久しぶりに訪れ懐かしみました。多目的ホールは明美親父の会と中学生がスタッフを務めた縁日。ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、それに輪投げ。スタッフを務めた中学生はみんなが楽しめるように小学生をしっかり誘導していました。こういった行事など小中学生が一緒になって何かに取り組んだりできるのは校舎がいっぱい型の学校の特徴でもあります。フィナーレは中学校の体育館でよさこい演舞。明美よさこい連がリードし、小学生、中学生がみんなで浦安舞です。明美中の卒業生がデザインしたという明美よさこい連自慢の旗も登場。大人数でのよさこいは創立10周年をお祝いするのにふさわしい演舞となりました。一つの節目を迎えた明美南小学校と明美中学校、市内で初めての小中合宿型の学校として
これからさらなる歴史と伝統を作っていくことでしょう。続いては食卓はシェフの味。今回からはホテルオークラ東京ベイの酒井真一シェフが家庭でできるクリスマスのフルコース料理を5回にわたってご紹介します。今回は前菜のホタテとカニのテリーヌです。酒井シェフ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は何を作っていただけるんでしょうか。はい、今日はですね、ホタテ貝とカニのテリーヌを作りたいと思います。はい、材料なんですが、ホタテ貝、カニで、あの彩りに、パセリ、こちら人参のみじん切りです。軽く湯通ししてありますね。でこちら椎茸になります。まず何から始めましょうか。椎茸このぐらいの厚さですけれど、まあ、少し斜めに、はい、飾りになっていくのでね、綺麗こういう感じに、はい、入っていきます、はい、3等分か4等分ぐらいで大丈夫だと思います。はい、ちょっとやりたいと思います。こういうテフロンのフライパンでしたら、はい、本当に油は引かないで、そのままあの、そうですね、中火ぐらいでいいですね。はい、油を入れるとどうしても水っぽくなってしまいますので、はい、で塩も先にしてしまうと水が出てしまいますので、はい、まあ、美味しくこのキノコの香りが出るような焼き方をしていただければ、はい、一回あの粗熱を取りたいので、はい、このまま並べておいておきます。冷ますんですね。冷ましますね。はい、はい、続きましては、ムースを作っていきたいと思います。はい、結構細かくしちゃっていいですか。そうですね、ムースなので、まあ、ちょっと細かくなりますので、このぐらいまでになりましたら、はい、まあ、カニがこのぐらいほぐしてありますので、このカニを入れていきます。カニも缶詰です、ね、でも構いませんし、はい、冷凍でも構いません。何でも大丈夫、はい、これだけでも美味しそうですね。美味しそうです、甘い匂いが、はい、ね、はい、いい匂いがします。こちらつなぎになります。卵白ですね、1個分です。はい、これをじゃあ、ね、はい、こちらの方に移しましょう。ボウルに移します、はいはい、パセリ、はい、こちらの、人参ですね、これ彩りになります。これを入れてクリームを入れてかき回して、生クリーム、はい、生クリームですね、はい、を入れてムースにしていきたいと思います。あ、すごい色鮮やかになりましたね。お塩、はい、はい、まあ、2つまみで、2つまみで、はい、入れたんですけど、こちらの方にあのくっつかないようにバターを塗ってほしいんですね、はい、角が大事、はい、オセロとテリーヌの角が大事です。はい、こういう感じでよろしいですか。あ、いいです。もう少し薄くなるといいですね。薄くちょっと、はいはい、同じように蓋の方にも、はい、あるの方にも、こちらは蓋になるわけですね。そうですね。あの、はい、まあ、絞り袋にこうやって入れていった方が、まあ、均等にきれいにできるっていうのがありまして、はい、周りから囲いながら、そうですね、内側に向かって、でこの中に、はい、真ん中に飾りになる先ほど焼いた椎茸ですね、はい、ポン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 と空気を抜くようなイメージですね、はい、はい、この上からまた先ほどと同じように、ね、はい、これバターが濡れてる方を下にして、はい、はい、蓋をします。でこのまま蒸し器に入れて40分ぐらいですね。40分、はい、40分蒸してる間に、はい、オードブルのソースを作ってしまいましょう、はい、マヨネーズ、ピクルス、ゆで卵、パセリ、玉ねぎ、はい、はい、これを混ぜ合わせました、はいはい、氷を周りにこう置きながら、はい、じゃ冷ましました。中まで完全に冷めたものがこちらになりますね、はい、わーっ、ね、先ほどの椎茸が出てきましたね。こういったの彩りですとクリスマスのね、すごい綺麗ですね、いますね、はい、クリスマスということで黄色と赤と緑 の、 そのコントラストで、はい、とっても可愛らしくなりました。タルタルソースですね、はい、はい、で完成ということですね。はい、完成です。ホテルオークラ東京ベイのレストランフォンタナでは11月14日から宮城フェア、食材王国宮城大使を務める総料理長による宮城県の郷土料理やホテルオークラならではのお料理が楽しめます。続いては食卓はシェフの味、お食事券プレゼントの抽選会です。サンルートプラザ東京オールデイダイニングカリフォルニアの野瀬です。早速抽選させていただきます。山下様です、おめでとうございます。
山下さんにはこちらのチケットをお届けします。現在オールデイダイニングカリフォルニアではクリスマスバイキングを開催中でございます。ぜひ皆様でお越しください。お待ちしております。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの小浜です。では早速抽選いたします。おめでとうございます。ご当選者は国安様です。国安様にはこちらのチケットをプレゼントいたします。プレゼントの商品はあちらに見えますダイニングスクエア G アトリウムのランチバイキングペアチケットになります。ダイニングスクエア G アトリウムはエリア最大の客席数を誇るレストランになります。お料理の方はお客様の目の前で調理するライブキッチンがございます。その他和洋中のメニュー、現在ディナータイム限定で山形フェアを開催しております。また11月9日からアトリウムクリスマス、開放感あふれるアトリウム全体がクリスマスのイルミネーションと装飾に包まれます。皆様のお越しをお待ちしております。東京ベイ舞浜ホテル料理長の稲葉です。早速抽選します。はい、佐藤様、おめでとうございます。佐藤さんにはこちらのファインテラスランチブッフェのチケットをお届けします。東京ベイ舞浜ホテルレストランファインテラスでは11月いっぱい瀬戸内フェアを開催しております。瀬戸内の豊富な魚介類をはじめ農産物、畜産物、また多くの郷土料理を揃えたフェアになっております。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。ブラスブライトンホテル東京ベイ副総支配人の前泉です。広報担当の大木です。早速ですが抽選します。五十嵐様、おめでとうございます。五十嵐様にはこの招待券をお送りいたします。1階レストランカシカシでは11月よりイタリアフェアを開催しております。約40種類のメニューのうち半数がドルチェとなっており、石窯から焼かれる焼きたてのピッツァがおすすめでございます。2階中国料理カカンではオーダーバイキングをリニューアルいたしました。エビフェアを開催しております。エビメニュー10品を取り揃えておりますので、皆様ぜひ中国料理カカンで贅なるひとときをお過ごしくださいませ。最後の抽選はオリエンタルホテル東京ベイ、お二人の方にレストランご招待券が当たります。まずはお一人目、よいしょ、はい、板倉さんです。おめでとうございます。ではもう一人目は、はい、山本さんです。おめでとうございます。板倉さんと山本さんにはこちらのペア招待券をお届けします。オリエンタルホテル東京ベイのバーラウンジブローニュの森ではハッピーアワー開催中。30種類以上のおかわり自由な飲み物、特製オードブル、優雅なひとときを過ごしてみませんか。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回はインフルエンザノロウイルス増殖中、自治会秋祭りなどご覧の内容でお送りします。これからの時期は日に日に寒くなっていきます。体調には十分に気をつけて元気に過ごしましょう。それではまた。